が大切に育てた犬は逃げてしまったんだ。あれはただの犬じゃない。人の言葉をしゃべるし、顔だって人そのものなんだ。もしこいつが言ってんのは本当なら、あいつらと何か関係あるかもな。この子じゃなさそうだね。違うんならもういいだろう。いい買い物できたか。まあね。この辺り、あいつらの殺気を感じる。気を抜くなよ。ああ。この子じゃなさそうだね。違うんならもういいだろう。助けてくれ、兄貴が狂ってるんだ。僕を犬だと思い込んでずっと縛りつけてる。あのガキが言っていた犬ってこのことか。頼む、解放してくれ。兄貴が追ってくる。このまま連れ戻しても酷だし、解放してあげよう。だな。こいつは俺の犬だぞ。勝手なことをするな。くっそ、こいつはいつの間に。よし、捕まえた。悪いけど終わらせるよ。よくやった。あとはあの野郎だな。もう兄貴の犬として生きなくていいんだ。弟を犬扱いだなんてとんでもない兄だな。妹を助けようってお前が成人に見えるよ。そこまでじゃないけど、あれよりマシだね。